はい、皆さんどうも、テントモです。それではね、本日エンゲージの日ということで、毎月恒例の無料20連チャレンジやっていきたいと思うんですが、今回は、チケットがね、かなり余っているので、はい、ね、140枚、230枚、ね、余っているので、無料100連チャレンジやっていきたいと思います。MS ガシャはエンゲージの日無料10連だけで、キャラガシャをプラス、80連回して、で、無料100連にね、しようと思います。で、今回のターゲットは、昨日発表されました、来週情報修正されるキャラクター、これです。はい。これらの、まあ、持ってなければ、未所持ゲット。で、持ってるやつは、凸上げ。これをね、ちょっとやっていきたいと思います。さあ、100連で。まあ、キャラガシャは90連。で、どこまで、その情報修正の対象キャラクターが現れるか。はい。やっていきましょう。ということで、今回は、MS ガシャを一番最後に残しておきます。はい。キャラガシャ。はい。では、これも最後にしとくか。先に、ね、チケット。はい。ということで、まずは、無料から引いていきたいと思います。はい。さあ、情報修正ね、まあ、どのキャラクターが強くなるのかはまだ分かっておりませんが、とりあえずね、まだ貫突になってないキャラクターをゲットすることができればなと。まあ、こちら確率 3% ですが、はい。さあ、どうでしょう。一体もゲットできないとかは嫌だ。UR3 体。3体ぐらいは欲しいぞ。では、使っていきます。無料ガシャチケット80枚。いきますね。では、本日10連目。狙い撃つぜ。さあ。どうでしょう。とりあえず SR。 はい。あー、なかなかいかないですね、やっぱり。お来たよー、来ましたよー。いかないと思いきや、あの4番目。お、出だしからいいぞ。これは UR5 体とか期待できるんじゃない、もしかして。さあ、見ていきましょう。さあ、情報修正の対象キャラクターかどうか。さあ、ノイエンビッター将軍頼みます。いきます。狙い撃つぜ。レコアさん。あ、レコアさんは情報修正キャラクターではないですね。ないけど普通に新しいキャラクターということなので、はい、ありがとうございます。一突レコアさんの誕生でございます。すごい、レコアさんが2人いる。しかもサラ。レコア、レコア、サラ。ね。挟まれてる。レコアさんに挟まれてるサラ。で、それを見ているジーンがジーンと来てます。はい。では、続けていきましょう。20連目。さあ、この流れ維持したい。UR 大量にゲットしたい。お願いします。狙い撃つぜ。さあ、来ないと思ったら来たからね。さあ、今回はどんな感じで、あ、全くダメか、そういうパターンか。あー、そうだ、 SR 最低保証がチケットはないですからね。これはスキップしてもいいでしょう。はい、ジンが多いですね。レコアさんまたいる。レコアさんとサラがまたいます。で、今回ケイラさんが多め。はい。あ、ジーンとデニム。ね、揃ってますね。はい。それでは、30連目。行きましょう。さあ、再び UR 来てください。狙い撃つぜ。お、今回はなんかローディングが、来そうなローディングでしたが、どうでしょう。まあ、とりあえず SR。SR 以上。はい、来ました。さあ、
最後の扉開くか開かないが、さっきは開かずとも来たが、あーまあね、はい、今回はうまくばらけて、あーオルテガが2体、あーマッシュ、一つがマッシュだったら完璧だったね。はい、それでは、40連目では行きましょう。狙い撃つぜ。さあ UR、 結局 UR 最初しか出ないとかそういうオチになりそうな気配もありますが、どうでしょう。さあこの辺でもう1体、とりあえず3体4体は来てほしいけどね。100連回は、おお来たぞ。よし、さあ今度こそ情報修正キャラクターか。まあパッと思いつくのだと何かな。お、また同じ4番目、ということはレコアさんか。またレコアさんが来るのか。はい、ケイラさん、ハヤト、お、アメリアからの、アメリア、幸運のアメリアからの、何が来る、何が来てほしい。ルーさん来てほしいね。ルーさんとガトーね、ガトーさん、ルーさんガトーさん、どっちかお願いします。狙い撃つぜ。おお、プル12やった。マリーダさんゲットでございます。このプル12もしっかり情報修正されるので、しかも僕の好きなキャラクターなので、ありがとうございます。これでマリーダさん、このマリーダさんは3凸かな、4凸3凸、はい、いやこれはもうちょっとで貫凸です。うわ、これ嬉しい、当たりきましたよ。まあ、どんな感じになるかわからんけども、もともとね、スキルは強いものを持っているので、格闘センスバフがすごいあるプル12だったと思うので、はい。おめでとうございます。運が良かったみたいですね。そして早取率が高いね、やりました。UR2 体いい感じですね。40連で2体は非常に悪くない。では50連目、チケットだけで UR3 体行きたいですね。では行きます。マリダさん頼みます。狙い撃つぜ。さあ、いや嬉しい、キャラクター来てくれてよかった。女性多いですね。いいよいいよ、そういうの。レコアさん、マリーダさん、おお、また来たよ。やったー、チャレンジしてよかった。無料100連。さあ今回は何番目、また4番目とか。おお、一番最後、しかも SR も多い、嬉しいね。おお、レコアさん、初手レコアさん、エグバさん、マッシュ、お前今来たか、ガルマ、カレンさん、マウアさん、ドアンさん、ラルさん、ガイアさんはい、では最後何でしょう。虹ハロー回避、まあ虹ハローも欲しいけど今回の狙いは違うのでお願いします。狙い撃つぜ。お、俺だって撃ちたくて撃ったんじゃない。よし、未所持、未所持神優、飛田さんゲットでございます。これは、紫の、砲撃ゼータの神優ですね。やった、専用機のセット、これで確立できました。ありがとうございます。この神優かっこいいしね。うん。まあ、情報修正キャラクターではないですが、いい感じです。非常にいい感じ。今日の引きは。しかしベトラちゃんは今日は全く興奮しない。まあ無料だからね。うん。ということで50連で UR3 体早くも達成しました。残り50連まだ半分あります。さあ、あと2体 UR5 体いけるか。では60連目いきましょう。狙い撃つぜ。さあ神優頼む、飛田さん頼む。いや、まさかこんなに引けるとはね。
あ、今回はオールブルーね。はい、アメリア、あお、ジュンコジェンコジュンコジェンコジュンコジェンコさんや。そしてまたジェットストリームアタック未遂ですね。はい、しかしこれ幸運なのでそのまま続けていきましょう。というかずっと続けてますね。画面戻ってませんね。それがいい感じ。では70連目狙い撃つぜ。ジュンコジェンコパワーウィズアメリア。さあどうだ。 UR4 体目いけるか。とりあえず開いた。さあこの後どうでしょう。いかないか。しかしまだわからん。ああ、はい、さすがに UR3 体引いたらもう。あ、でもアメリアすごいね本当。アメリア率が一番やっぱり高いな。好かれてますね。そしてカイさんが2人、ハヤトもちょいちょい来てますね。はい、ではラスト、チケットラスト80連目いきましょう。お願いし、一回戻って引いてみるか。ではお願いします。狙い撃つぜ。 3% でね、結構引けてますよね。さて、はい、開けた。この後もう一体、もう一体いかないか。しかしどうだ、いかなかった。はい、ということでチケットは UR3 体というね、まあ非常に悪くない結果でございました。あ、順子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 、やば、またすごいね、一気に稼いできたね数を。後半一気にトップに躍り出た感じですね。そしてレコアさん、そしてジーンとくる。はい、ということで、無料80連終わりました。ではラスト20連使っていきましょう。エンゲージの費用、ではキャラクターいきましょう。お願いします。このペッシェをこの前引いたんだっけね。うん、でこれ持ってる。このシャアを持ってない。ただこのシャアはオリジンシャアなので情報修正じゃないんですよね。そう、なぜか情報修正されてないんですよね。対象じゃないんですよね。うん、はい、行きましょう。行きましょう。来るなよシャア。シャア来るなよ。では行きます。まあ、90連目ってことで狙い撃つぜ。長いぞ。まあ、でもガシャを変えたから単純にローディングがって感じか。どうだ。さあ引きたい、エンゲージの火で引きたい、エンゲージの火ガシャで引きたい。あー来なかったか。やはり帳尻が合わされた感じですか。わー、今回はレズンレズンレズン。でまたウィズアメリアっていうね、すごいね。そしてまたジェットストリーム未遂っていうね。そしてまたハヤトがいるっていうね。で地味にブライトも多いっていう。はい。はい、ということで、エンゲージの日無料キャラ10連はダメでした。キャラ3体。で、情報修正はプル12のみというね、結果でございましたが、まあ、レコアさん、そして、カミユもいいキャラクターだったので。はい。では、ラスト。MS ガシャ引いていきたいと思います。こちらは、まあ、ギャンですね。はい、ギャン。あとは、ま、こっちはクリティカル。ね、イーズ8の凸上げとか、できたらなって感じですね。S ガンダム持ってない。うん。はい、ということで、まあ、ギャン行きましょう。お願いします。ラスト10連、100連目。狙い撃つぜ。まあやっぱり MS が欲しいですね。さあ長かったけどもガシャを切り替えただけか。一応ハロは来ましたがどうでしょう。
ユニコーン頼む。おバナージいいぞ。その後フルは来ないが、さあ UR 引けるの。ああ最低保証だった期待させといて最低保証でございました。はい、ということで前半ね UR3 体当てて、後半本当にうまく帳尻を合わされました。 UR0 体ね、結果的に UR3 体という、まあ、最初の目標に挙げてた数だったので、まあ、悪くはなかったんですが、もうちょっと欲しかったですね。前半あんなにも当てることができたので、はい、まあでもとりあえず100連やりきりましたので、今回はこれで終わりたいと思います。来週の情報修正プル12が非常に楽しみです。では、今回はこれで以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。